アンフィフォープルコの吉田と申します。今日はまあかなりブリーチをしている方のちょっと色を入れていく感じですね。お色はブルーシルバー、ちょっとこう紫がかったような青っぽい透明感のあるカラーをしていきます。で、ブルーシルバーの特徴としてはやっぱりツヤ感がすごい出ます。青み系っていうのはカラー剤の中でもツヤがすごい出やすい部分ですし、あとプラス今回はジュエリーシステムを一緒にやっていくのでよりツヤ感を楽しめるかなと思います。では、はい、ではまずビフォーですね。結構もう白っぽくなっている状態の髪になってます。まあ、根元の方がちょっと暗いんですけど、ここの部分も利用しながらやっていきます。で早速カラーを塗っていきますね。でこうブリーチ毛のカラーの場合っていうのはどちらかというと根元の方が少し暗めの状態から毛先の方が少し明るい状態っていうのを作った方がなんていうのバランスがいい感じになります。これで逆に根元の方が明るくてとか中間だけがちょっとこう黄色みが強くてってなるとやっぱりすごい綺麗に見えなくなってしまうので、根元の部分中間の部分っていうのは少し濃いめに入れていきます。このカラー剤自体にジュエリーシステムっていうのを混ぜているので、まあ、結構ブリーチを繰り返している方だとダメージっていうのはすごい気になるんですけど、カラー自体のダメージも 70% ぐらい抑えられて施術できるのでかなりおすすめです。しっかり中間部は揉み込んで、で時間を置きます。まあ、もう塗って置いてる時点でこのぐらいしっかり染まってきてます。はい、完成です。まあ、ちょっと根元の方が暗くて毛先に行くにつれて少し明るい状態になってますね。でスタイリングで少し巻いていきます。もう分かる通り毛束を持つたびにこうツヤ感がツヤっとしてるのがもう見えますね。もう特にこういうふうに青、まあジュエリーシステムのツヤっていうのもあるんですけど、色味青み系のがしっかり染まるとこれぐらいのツヤっていうのはすごい出やすくなります。それがたとえこうブリーチ3回4回している髪でも同じですね。深く入れれば出ます。でこれで中途半端に中間の部分とかが色が薄かったりするとここまでのツヤ感っていうのはちょっと出なくなってしまうので、やっぱりしっかり染めることが大事かなと思います。で巻き方はいつも通りねじり巻きですね。でコテの温度も最低温度の150度で巻いています。今回は28ミリ26ミリを使ってますね。カールをつけても動くたびにこうツヤ感が出ますね。はい、仕上がりです。毛先の方に向かって毛先までプルンとしたツヤ感があって持ち上げると透けるような仕上がりになっています。
はい、いかがだったでしょうか。結構カラーをかなりやってる方はダメージをすごい気になると思うので、ちょっと一旦ツヤに髪にしたいなっていう方は試してみてください。ご視聴ありがとうございました。